こんにちは、売れるカウンセラープロジェクトの北林です。私はカウンセラーさんの集客サポートを10年以上やっています。ですね、過去にはカウンセラーになって月収100万円稼ぐ方、それから3ヶ月でクライアントが途切れないカウンセラーになる方というようなカウンセラーさんの集客の本を2冊出版しています。今回は子ども向けのカウンセリングをしたいですがどうしたらよいでしょうかというご相談を、いくつかいただいていますので、こちら答えていきたいと思います。子ども向けのカウンセリングをしたいっていう相談は今まで結構ありまして、これに関してどうやっていけばいいかということをお答えしていきたいと思います。子ども向けのカウンセリングなんですけど、ちょっと開業の場合とその他の場合ということで、もしですね、子ども向けのカウンセリングをしたい場合は仕事として成り立たせていくっていうことであれば、まあ、一番硬い感じでいけば、公認心理師とか臨床心理師の資格を持っているのであれば、クリニックとかスクールカウンセラーでお仕事をされるのが一番良いかなと私は思います。で、もしどうしてもっていうことであれば、この辺が一番いいのかなと思います。で、今からでも、まあ、その公認心理師とかの資格を取ろうというような心づもりがあるのであれば、その方向に進んでいただくのが一番いいかなっていうふうに思います。で、もしもですね、開業カウンセラー、開業でカウンセリングを目指している方で、子ども向けのカウンセリングをしたいという場合は、お子さんそのものっていうよりは、その方に向けてっていうよりは、お父さん、お母さん向けのカウンセリングをしていくという方が仕事として成り立ちやすいです。これまでですね、私がお手伝いしたカウンセラーさんの中でも子ども向けのカウンセリングをしたいっていう相談は結構ありまして、その中でもやっぱりそのお子さんに直接っていうのはなかなか仕事としてですね成り立ちづらいものがありまして、お子さんをお持ちのお母さんですね、もしくはお父さん向けにカウンセリングをするということで、ちょっとコンセプトを変えて仕事として成り立つようになっています。で、こういう方は複数いらっしゃいますので、もし子ども向けのカウンセリングっていうことをお考えのであれば、お母さん、お父さん向けっていうふうにカウンセリングをしていくっていうことで、ちょっと発想を変えて、一度検討していただくのが良いかなと思います。なぜですね、お母さん、お父さん向けっていうのかっていうと、お子さんそのものからお金をもらうっていうのは現実的になかなか難しいので、お金を払うのはお母さん、もしくはお父さんになるので、お母さん、もしくはお父さんがお金を払いやすいようなカウンセリングしか成り立ちづらいんですね。なので、まあ、お母さん、お父さん向けに、このお母さん、お父さんがお金払ってでも相談したいことっていうのを、カウンセリングテーマとしてやっていかれるのが、開業としては成り立ちやすいと思います。はい、ここまでご視聴ありがとうございました。私の方ではカウンセラーさんの集客、それからホームページの作成などをさせていただいています。よろしければですね、説明欄の方にホームページの URL がありますので、こちらから、ご連絡いただければと思います。